速稼塾の久保です。先日ね、ククルスドアンの島っていうね、機動戦士ガンダムの第15話を、フューチャーした映画新作を見に行ったんですけども、やっぱ映画館でいいですね。で、映画館見に行ったら、なんかトップガンっていうのがね、またやってるらしいですね。トップガンマーヴェリックってやつ、あれを見に行ったんですよ、別の日に。そしたらなんか知らないけど織田裕二が出てきて、あれトップガンマーヴェリックなのかなと思ったら、そう、ベストガイって書いてあるわけですよ。つまり私が何かの間違いでね、こう異次元に行っちゃったんでしょうね。で、そのベストガイマーヴェリックってのを見ていたら、出てきたのがキリコだったんですよ。で、コーヒー飲んでて、これでね、苦いとか言ってるんですよね。全然わかんないまま、なんかこれで1800円高いなと思いながらね、こう帰ってきたんですけども、悔しいからこうやって YouTube の動画にしてみました。皆さんの周りにもね、異次元への入り口っていうのが開かれてるかもしれませんので、ワイズメンには気をつけろということで。はい。では、流星、ありがとうございました。